ついさっき、あの、ゴジラ見てきました。ハリウッドのアイマックスシアターでゴジラ見てきまして、結論から言うと面白いです。あの、ゴジラ好きな人、好きな人はもうたまんないだろうね。 で、まあ、逆に言うと、好きな人って100点くれないから、面白いですって言った後に、その照れテレ隠しとか、いや、僕の1点、百2 0点にはここがかけるみたいな話はすると思うけど、基本的に、あの、ゴジラが好きな人がどんな、なのかなって思って、えっと、1800円なり、アイマックスシアターって、2300円もするんのな。で、その、あとメガネがきつい。<laughs> で俺頭がでかいから俺のせいなんですけど、で、行って、 あ損はねえなっていう。あとね、やっぱりね、一作目のハリウッドのゴジラアンじゃんあれが上手にハードル下げてるわ <laughs> <laughs> ね。あそこで痛い目にあった分、あの、行ってこいだっていう感じの、あのー、出来なんですけど。言いたいことはいっぱいあるんだよ。僕がね、今回、ほぼ、全くつって言うぐらい、前知識なしで、あの、行きましたから、あの、ま、前知識といえば、一応主演が、 渡辺県の娘さんのお父さんだっていうことだけは、<laughs> 一応情報としては入れてきましたけれども、<laughs> それ以外の情報、ほぼ <laughs>、なしで、ねあの、行きました。行ったおかげで、よかったんで、ま。ゴジラってものを知らないとちょっと困るかなとは思いますけど、ゴジラってまあ大体こんなもんだろうと思って行けば、うわー、すげえって思う。あのね、これぜひ行ってほしいんで、行って、俺とすごい共感してほしいところは、構成の渡辺くんと一緒に行きましたから、 僕間違ってたら、厚生の渡辺君変な顔すると思うんで、合ってると思うんですけど、まず思ったのって、早くゴジラ見たいと思うじゃん。早くゴジラ、早くゴジラと思うわけですよ。もうインタビューの長い AV のあの感じになる早くおっぱい、早くおっぱいと思う、思うわけですよね。で、あの、最終的にはバラエティに出たいとか、最終的には普通の映画にも出たいみたいな話は、 ほくらえだよ。おっぱいを見せてからなら聞くよ。むしろインタビューを最後に入れるのどうかな。<laughs> あの、俺がもう一回出して千人のような気分になった時なら、お前の夢も包み込めるかもよ、的な、その、ええー、と、あの、感じになるわけですよ。ね、で、その、最初の感想は、でかっかで、しかもえし、でかっか ええー、しかもって思います、最初。ね。で、えー、っと、ゴジラって、これは別にネタバレじゃないよな。ネタバレじゃないです。ネタバレじゃないですけど、やっぱりさ、ゴジラって歴史があるじゃないですか。一番最初の、もう誰にも超えられない昭和29年の、その最初のゴジラ。で、それからこう、どん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 こうゴジラって変わっていって、で、俺らがリアルタイムで見てたのは、 えーと、東方チャンピオン祭りのゴジラ。で、その後大人になった頃にまたリメイクでゴジラちょっと東方が一気に始めて、で、これはそのリメイクした時はチャンピオン祭りじゃなくて29年の最初の硬派なゴジラ再びっていう感じで頑張るわけ。まあ、頑張った結果どうかは別として頑張ったりと。で、またその、いわゆるチャンピオン祭り風になってったりとかして。 で、さらにハリウッドの最初のゴジラがあんな感じになったりとかするわけでしょ。<laughs> で、みんな期待するのは最初の高価なゴジラをハリウッドが作るとどうなんのみたいなことを期待するわけでゃんハリウッドの考え方、ハリウッドの金のかけ方で最初のゴジラ再びと思うけど、あえて言わしてもらうけど、これは東方チャンピオン祭りをちょっすげえ金つかけて、もう大人が見れるようにするっていうことで、あの、 いわゆる昭和29年のゴジラのリメイクじゃなくて、俺に言わせればこれは、あの、サンバイザー、大人用のサンバイザーを、売ってくれと。大人で今時サンバイザーなんて、不動選手ぐらいだと思いますけど、もうね、女子プロゴルファーぐらいだと思いますけど、もう、むしろ大人が、もう大人が、つけて街を歩いてもおかしくないサンバイザーとセットにしてくれっていう感じの、まあ、 あの、ゴジラで、いいのは、一生懸命、最初のゴジラだけ見て作ったんじゃなくて、ゴジラって、こんな感じになってったんだ、みたいのを多分、全部見て作った気がする。で、だからゴジラって言うと、この年代の人はこういうの期待して、この年代の人はこういうの期待してを、全部、えー、っと、面倒、見てやろうか、みたいな、出来で、俺はすごいそこに、あのー、ありがとうございます。 で、まあ、あと何点を言うとすると、何点っていうかね、あ、すげえなと。これは逆に俺戻ってきてから、プロデューサーの宮崎、宮崎はその、えー、っと、ゴジ行ってないんだよね。行ってないんだけど、その、事前番組みたいなんじゃん。スペシャル番組みたいな、見てんだよね。で、だからその、渡辺謙の娘のお父さんの <laughs> が出てる以外にもいろんな情報を知ってて。<laughs> <laughs> 僕と渡辺くん全然情報なくて言ってるから、どうなんだろうと思ったら、なんかさ、ゴジラの動きが、 なんつーの着ぐるみの動きと、グリズリーの動きの中間ぐらいの動きだなって俺らは感じたわけ。でさ、そのさ、それがよくわかんないのってさ、熊がさ、グリズリーがさ、2本足で立って、熊が2本足で立ってさ、こう歩いたりするとさ、なんか人が入ってるみたいみたいな感じの感想ってなるじゃん。え、あれほんと熊なの人みたい みたいなんだよな、こちらな。なんかそういう感じなの。なんかその、興奮して立った熊みたいな感じなんだけど、なんか聞いたら、その、宮崎 P が見た番組では、スーツアクターにまず着ぐるみを着せて、で、それの動きを取り込んだものに CG をつけていく、みたいな。何その本末転倒な。<laughs> ちょうど似てるのが、厚生の渡辺くんとこの間コンビニで見かけた、 お盆の、<laughs> 知ってるお盆のさ、お盆の時にさ、あの、ナスとキュウリをさ、あのー、に、えっ、ー、と、割り箸の足つけてさ、家の前に置いてさ、<laughs> 未亡人がエロいことに使ったものです、<laughs> みたいなのあんじゃん。<laughs> ね、多分そういう風習があるじゃん、日本には。あの、まあ、ナスの牛と、 キュウリの馬で、それ、牛と馬に乗ってご先祖様が帰ってくる、帰っていくみたいのの、その、あんじゃん。あれの、あれのプラスチックでできたやつ売ってるの知ってる <laughs> いい意味わかんないのよ。要するさ、茄子と牛の完璧なの作れないから、あなすじゃない、牛と馬の完璧なの作れないから、ナスと牛で作っ、代用したわけじゃん。だから、プラスチックで作るってことになるなら、 馬と牛を作ればいいじゃん。なのに、ナスに、割り箸が刺さ、4本刺さったやつの、フィギュアが売ってる。その感じ。<laughs> そので、ゴジラ、一回着ぐるみを着せて、その着ぐるみの、あまりに多分着ぐるみっぽい動きのところは、グリズリーっぽくっていうか、こうい、その、獣っぽくしてるんだろうな。まあ、それもおそらく、 ゴジラに期待するもの、特に日本人がゴジラに期待するものとか、最初の方のゴジラ見た人がゴジラに期待するものを、あの、ちゃんとやろうと思って、やったことなんだろうなっていう感じがして、それもなんかちょっとありがたい。うわ、ギリのとこやってくれてんな、みたいな。あの、人入ってんじゃんっていうしらけ方もしないし、そのギリギリのとこやってる。あとエヴァっぽいやつ出てきたりとか、する感じとか。 で、ただやっぱり、その、<laughs> うーんーと思ったのは、すげえリアルな、その津波のシーンとかは、あのー、やっぱり日本人としてハリウッド早くねってちょっと思っちゃったりはする。それはもう、もうまさにそれを意図して作ってるから、はちょっと思ったりまあ、するかな。あと、何より思うことで、俺、24の時も思ったんだけど、まあ、ゴジラを扱う以上は核爆弾の話になるわけですよ。核ミサイルの話になるんです それ、核ミサイルの威力みたいなことを、僕らが、実際に落とされた側の僕らが、これぐらいの威力があるんだって思ってることと、落とした側がこれぐらいの威力だと思ってることに対して、すげえ差があると思うんだけどっていう。なんか <coughs>、24の時に、なんかテロリストが核ミサイル、核爆弾を用意してて、で、それを、 なんか、グライダーだと、俺、わした小型飛行機で、とにかく、その、えっと、大都会から遠ざけるみたいなことをしていく、あの、する、その、キャラクターがいてっていう時に、その、山の、その、ちょっと向こう側に差し掛かったところで爆発したから、大丈夫でした、みたいな。なんか、俺ら聞いてるやつと全然違うな、みたいな。そこはちょっと違和感が。 あったけど。でもなんか、あ、本当に一生懸命ゴジラを作ってくれてありがとうって思うのと、あとは、東方は、あれを見てどう思うのかね。ゴジラの権利をアメリカにまあ貸したっていうか、まあ一旦譲ったっていうか、貸したわけじゃん。ね、アメリカも作ってみてくださいよって言うけど、あれ見ちゃった後に日本作るの難しいよ。もうわかんないけど、 むしろ、その、実際は剣謀の夢でしたパターンの方しかもう日本やることねえんじゃねえかっていうぐらい、あそこがその、こうだったらいいのにな、みたいなやつは全部まあ、その金のかかり方とか、特撮の規模とかがまあ、すごいわ。あと、でかい。<laughs> とにかくゴジラがでかい。で、あと、言って思ったのは、 アイマックスシアターで見たんです。アイマックスシアターで見るのが良かろうと思って見たんですけど、俺ちょっと間違えたのは、まあ、一つアイマックスシアターじゃなくても多分普通の 2D でも面白いとは相当面白いと思います。アイマックスシアターならではっていうことではないと思うんで。だけどアイマックスシアターで、 今さ、座席の予約ができるからさ、パッと開いて今空いてる席とか全部出るじゃん。出て好きなとこ撮れたりとかすんのね。で、その時に僕が見、見たら、結構客入ってんなと思ったのは、キバっていうところにある、伊藤洋華堂の3階にあるアイマックスシアターなんだけど、アイマックスシアターキバなんだけど、あの、今寸前まで見てたから、え9時に始まって、11時何分に終わる平日の最終回にもかかわらず、6割ぐらいお客さん入ってんの。 並び席のいいところはちょっと取りづらいっていう。俺たちカップルで言ってるから。<laughs> 並び席のいいところはちょっと取りづらいっていう感じなんだけど、その時にさ、いつもの癖で、前の方をやめるじゃん。あんまり前に行くぐらいだったら、後ろの空いてる席に行くんだけど、iMAX はむしろ前だね。あの結局のところ、その自分の全体がギリ把握できないぐらい前で、の方が、うわ、ゴジラ来たっていう感じがするのと、 3D もいわゆるわざとらしい 3D じゃないから、なんとなく 3D 慣れして見てるのね。で、あ、これ 3D なんだって思い出した瞬間が何箇所かあるんだけど、あの前に人が通るじゃん。映画の中で。そうそう、誰か立ったように感じるな。リアルだから。<laughs> あの、その時だけ。あの、3D ってやっぱ相変わらず 3D 映画ってさ、なんつったらいいのかな。 前にちょっと飛び出して、そ前にちょっと飛び出して、あと奥行きが見えるような。要するに、奥にちゃんとしたスクリーンがあって、前にちょっと遮蔽物があるような時が、一番 3D っぽく奥行きが見えるじゃんか。そうすると一番前のところに、軍の人とかがダーって走り抜けた人、誰か今走ったろってちょっと反射的に思っちゃうで、あ、中かみたいな。あの、昭和の街頭テレビの前で、悪役レスラーに対して石を投げてる人みたいな感じにはなりましたけど、あの、ゴ時ラよかったですね。あともう一個。 映画、映画情報として、夏休み映画情報と題して今日はお送りしてますけど、<laughs> あのー、僕、Z っていう映画を見たんですね。あの、Z っていう、僕、は相原浩二先生っていうその漫画家さんが好きで、この相原浩二さんが、えー、っと、今、日本で一番売れてるのが、まあ、スピリッツですよね。 その次、金さ六6冊差ぐらいで売れてる、別冊漫画娯楽っていう雑誌があるんですけど、それ連載してる Z っていうゾンビもの,の漫画なんですけど、これが映画になったんですよ。ね。で、映画になって、で、ま、予算がないからハードルは絶対上げちゃダメなんですけど、でも予算がない中では頑張ってゾンビものを撮ってんですね。ゾンビ映画を撮ってて。すげえその原作にあって、あ、よくぞこのシーンを使ってくれたなっていう、その Z の映画の中のシーンがあって、もう俺、これがあるだけで、この漫画も好きだし、 えっ映画も、もう許す。ね。いっぱい、じゃダメなとこあります。予算がないから。だけど、あの、中学生が、ま、あゾンビパニックになるんですゾ。ゾンビパニックになるんだけど、あの、中学生が、 すっぱだかの超美人のゾンビがうろうろしてるらしいって話を聞いて、超見たくなるっていう。<laughs> ね、もう、噛まれたらゾンビになっちゃうのに、中二が、中二がおっぱいが見てえっていう、ね。しかも、危機が迫れば迫るほど、俺たちおっぱい見ないで死んでいいのかつって <laughs>。その、おっぱいの出してるゾンビがこの辺にいるって噂なんだよってところに、決死の覚悟で行くっていう。<laughs> で、それを見つけて、 おっぱいもめねえかなっていう話を。お前後ろから破いじめ、やだよ噛まれるからおっぱいも見たいんだよおっぱいも見たいんだよっていう、ここ超いいです。ここを見る、これは変な話、さっきのゴジラの話じゃないですけど、ハリウッドにやられちゃうとなかなか日本の映画は、その、なかなか勝てないじゃないですか。だけど、僕思うんですけど、あの、超予算のかかってる、えウォーキングデッド。ウォーキングデッドよりも、その、 おっぱいが見たくてしょうがない中にどうせこの世が滅びちゃうんなら一回ぐらいおっぱいを触りたいっていうその中学生のところはまあ多分パクられてウォーキングデートのシーズン6ぐらいでは出ると思うんです。アメリカの中学生もそうだあ,あいつらあいつら鼻から向けてるからな。鼻から向けてるとその感じになんていのかな。